レオニード・ハリト・ノフチビロフは南オセチアの政治家。2012年4月に行われた出直しの大統領選に勝利し、4月19日に第三大難オセチア共和国大統領に就任、2017年まで務めた。1952年3月28日、ソビエト連邦ズナールチ区ク・ベルフニードバン生まれ、1992年から1998年まで、 ソ連国家保安委員会の南オセチア支局長を務めた。後に南オセチア第一副首相に就任し、グルジアオセチア平和維持委員会の共同委員長を務める。2006年には大統領選挙に出馬したが、現職のエドワルド・ココイトゥイ大統領が98%の得票率で再選を果たし、チビロフは敗れた。 南オセチア紛争後初の自由選挙となった2011年11月の大統領選挙では、ロシア政府は南オセチア復興の約束を果たしていないなどと主張する野党指導者のアラジオエワ元教育省が勝利したが、直後に選挙違反などを理由として当選は無効とされ、2012年3月と4月に出直し選挙が行われることとなった。出馬を表明したチビロフは、 前職のコこコ一イと一線を隠す姿勢を示しながらも、元 KGB 幹部という経歴からロシアに対して忠実であり、大統領選に当選した場合は閣僚について、組閣前にロシアに相談することを約束していたと報じられている。2012年大統領選挙の第1回投票で、チビロフは42.5%の票を獲得し、25%得票の ダビド・サナコ F を抑えて首位に立った。決選投票となった第2回投票では54%を得票し勝利した。2017年4月9日の大統領選挙で落選し、4月21日に退任。ありがとうございます。